南から北から日本列島は今熱気列島に変わろうとしています。群馬県もいよいよ今日から仲間入りです。熱戦の舞台となる前橋の県営球場は静かに興奮の時を待っています。しかし視線を上空に移しますとネズミ色の雨雲が低く垂れ込めています。県営球場からはこの時期でも春名の山並みが見えますが今日は全く見ることができません。雨雲がいかに低いかが伺えます。第66回全国高校野球選手権大会群馬大会はこの後8時から開会式が行われいよいよ11日間にわたる熱戦の火蓋が切られます。高校野球ファンの皆様おはようございます。群馬テレビでは夏の高校野球群馬県大会今日の開会式から甲子園出場校決定の瞬間まで大会期間中連日生中継でお届けしてまいります。今日は開会式まずマイクロフォンサイドには日本高野連理事おなじみの安倍誠一さんをお迎えしています。安倍さんおはようございます。おはようございます。今年の大会を見ますと53校史上最高の参加校なんですが、まあ、出場校の顔ぶれを見ますと内容的にもいろんな意味でフレッシュ大会という感じがいたしますね。そうですね、新しく加盟した学校がありますしね、それから実力的に見てもね、もう接近していると、はい、それからあるいは若い監督さんがようやく5年6年経って、まあ、板についたというかそういうことで非常に興味のやる焦点になりますかね、はいはい、参加校の53校、神田農業、太田東高校、前橋日高校、それから明和剣王高校、それに利根農林が35年ぶりに出場ということで去年の48校から一気に53校に膨れ上がっています。安倍さん、ちょうど20年前東京オリンピックの年に参加校が7校増えたという実績がありますがそれ以来ですね、はい、そうですね。すでにスタンドには高校生そして父兄の皆さんあるいは高校野球ファンの皆さんが詰めかけまして選手の入場行進の時を待っています。さて先ほどもお話があったんですが安倍さん、内容的にも今年はフレッシュ大会なんだと、まあ、内容というのは本命不在、それからもう一つは3年生よりもむしろ2年生にこう有力選手が揃ったということも言えますね。そうですね、今年は2年生がどこのチームでもねかなり活躍してますしね、それはまあどういう3年生がちょうど日の丸の年になるんですか、はい、そういうことって少ないっていうこともあるんじゃないですかね、はい、まあ、その2年生の中でも好投手と目されているのが伊勢崎商業の内山君ですかね。はい、そうですね。いよいよ初日の今日城南球場の第2試合に登場するんですね。安倍さん、あ、そうですね。そういう意味では今年の大会は初日からもう見逃すことができないという感じがしますね。そうですね。一方監督、若い監督ですがやはり充実してきた、まあ、何人か安倍さんこう挙げてほしいんですがいかがですか。そうですね、太田工業の去年優勝した太田工業の原田君ですか、はい、それから伊勢崎商業の舞子出身の園田君ね、はい、それからこれは中京ですけれども関学の狩田君、はい、それから渋川西の高田君、はい、あるいは高崎北の鎌谷君、はい、それから沢野の大須賀君とね、いずれもこう、まあ、今梶田君だけ除くと県内出身者の ね、 そうですね、若い監督が、はい、まあ、短い人で2年目あるいは5年目とかそういうふうな非常に 4,5 年を経ってる監督さんがそろそろ充実したということでね、特に実力的にこう接近してますからね、はい、そういうことでは群雄割拠といい言葉で言えば群雄割拠ですね、はい、やはり監督さん自体の采配というものがねかなりこの勝敗に大きな影響を持ってくるんじゃないかっていうふうな予想がされますけどね。つまり本命不在だということ、混戦だということはそれだけベンチ采配に課せられたものが大きいということですかね。そうですね。あ、
それはやはり、いくら名監督がいてもね、実力の差がはっきりしている場合はね、それはもう、いい勝負ができても勝つというのはちょっと不可能ですよね、やはり技術が主体になりますからね、と同じようなチームが揃ってくるということになると、やはりサイン一つにしても、あるいは選手に対するアドバイスにしてもね、これは監督の持っている持ち味というものがそこへ出てくるわけですから、それがやはり微妙なところで影響して、勝敗を左右すると、そういうふうな結果になってくるんじゃないですかね。よくわかりました。先ほど審判団が映っていましたが、今年は審判団総勢65人です。昨年よりも10人増えて、史上最高の数を数えています。今年は参加校が多いということもありまして、審判も数多くなりました。開会式を待つ県営球場、徐々にその舞台が出来上がってまいります。さて安倍さん、今若い監督を挙げていただいたんですが、30代前後、樹徳高校の高橋監督とかですね、あるいは富岡高校の田中監督とか、30代前後、あるいは、ベテラン監督でもですね、今年は、話題の多い監督がなんて言いますかね、こう揃ってるって感じがしますかね。そうですね。でそれは、ね、今前にも言いましたようにね、チームの力がほとんどこう拮抗してるでしょ、そういうところでその監督の持ち味が出てくるんでね、ですから今、かなり経験積んだ監督さんもおられるでしょうしね、そういう点では、監督の腕の見せ所なんですよ、今年の大会は何といっても。なるほど、その監督さんも実は三塁側に陣取って整列しています。今日ゲームのあるところの監督さんはやはりユニフォームを着ていますが、背広姿、あるいはまた半袖姿、監督さんもご覧の皆さんです。53校の監督が揃っています。さて安倍さん、今年の大会は優勝校はどこなんだろうかということでですね、新聞市場でも大変な話題なんですが、まずこれまでの優勝校をちょっと見てみたいと思います。画面でご紹介しましょう。48年から昨年の58年太田工業まで11校を挙げました。前橋工業が5回と数多いんですが、安倍さん、必ずしも前橋工業時代とは言えない。そうですね、前橋工業が今までに、これは過去10年ですか、11年ありますね、11年、その中で前橋工業5回出てますからね、そしてもちろん3回戦ぐらいで負けた県、これ以外にかなり活躍は知ったけれども、県内ではやっぱり3回戦で負けたこともあるし、あるいは決勝で負けた、準決勝で負けたということで、やはり前橋工業がここに挙げた5回出てますからね、そうするとやはり前橋工業がかなりその48年ぐらいからこう10年ぐらいは、中心をなしてた県の野球でね、そういうことは言えますね。なるほど、しかしもう一つ前橋工業時代というわけにはいかない要素もあるわけですが、それは57年58年、ここ2年間のですね、前橋工業のややちょっとした脆さといいますかね、その辺がやはり、言われるところかと思いますが、さて今年はこの前橋工業もちろん中心なんでしょうが、これに並び称される高校とすればどんなチームを挙げますか。今年のチームですか、そうですね、まず前橋高等学校、それから富岡、樹徳ね、いわゆる春のベストフォーに残ったチームですね、これは一応その実力というのはほとんど拮抗してますからね、でそれ以外に、高等手を持っている沢野、あるいはシード校の農大2校、それからノーシードですけれども一崎商業、これはもう最近特に実力をつけてきているようですからね、この辺がやはりその優勝候補の一角としてね、挙げられてくるんじゃないかと思いますよ。ご覧ください、更新する高校球児がすでに更新の時を待っています。ちょうど県営球場の裏側に当たります。各校の選手団が更新順に並んでいるものと思います。8時ちょうどに入場更新が開始されます。
前年度優勝校の太田工業を先頭に53校のナインが行進することになっています。こちらはその行進を待つ県営球場のスタンドです。夏の大会といっても暑さはありません。今気温が26度ぐらいです。湿度が 84%、 少し風がありますから爽やかな感じもいたします。安倍さん、まあ、春の大会の結果からいくつかの高校を挙げていただいたんですが、それにしてももう一つ注目といえば沢農業高校のあの笠原投手ですね。はい、笠原君はね、もうやっぱり全国クラスのピッチャーですね。まあね、球速あり、だからなかなかもう3年目、1年から投げてますからね、そういう経験から言っても県下では随一ですね。しかも球威がある、はい、そういう点では、まあ、全国あるいは関東ではナンバーワンとこんな風に言われてますね。その笠原投手の沢農業ですが、安倍さん、優勝候補にはなかなか上げづらいところがあるんですが、この辺は課題は何ですか？それはやはりあの連投が続き、連投になりますからね、はい、やはりいかにその球速のあるピッチャーほど連投にはむしろ弱いんですよ、はい、むしろ連投っていうのは技巧派の方が、かな適当ですからね、はい、そういう点でちょっと疑問がある。しかも周りを比べた時にね、他の野手はこれは決して他の野手が悪いっていうんじゃないけれども、他のチームに比べるとやっぱりちょっと落ちてるんじゃないですか。なるほど。そういう点でなかなか優勝、最後の優勝というね、そこまでに上げにくいようなところもあると思いますね。その他に今年はダークホースが多いんですが、上げるとすれば桐生工業、高崎商業というところ上がってこようかと思いますがね、はい、そうですね、どうでしょう。やはり高崎商業も実力は優勝候補と言われているように、なかなかいい選手揃ってますからね、はい、だからピッチャーの永井君が多少こう制球が甘い、こういうところはちょっとうまくいけば、まあ、やっぱりその一角に挙げられるし、桐生工業もおこのぎというピッチャーを持ってますから、やがってこの辺が活躍してすれば、やはり今挙げた前に挙げたような、前橋あるいは富岡とか樹徳という優勝校の一角を崩しますからね。そうなった時にはやはり、ちょっと怖い相手だと、こんな風に言えますね。先生、更新を前に、安倍先生、更新を前にですね、はい、新聞でもアドバイスを先生書かれたわけですが、新設校あるいは35年ぶりの利根農林、はい、このチームにですね、はい、いわゆる一つ言葉を送っていただけませんか？それはやはり新しいチームですからね、この大会に慣れてない、すればやはり一勝を挙げるためにね、そこへ全力継投してもらう、そして、点を取ったり取られたりしてもいいんですよ。だから取っても安心しない、取られても落胆しない、それで最後まで完投すればやはり一勝ということもあながち夢ではないんじゃないですかね。わかりました。さて、いよいよ夏の高校野球群馬大会の入場行進の時が近づいています。マーチの演奏は前橋工業高校ブラスバンド部員、指揮は尾崎武彦先生です。19名の部員が演奏することになっています。この皆さんです。そして監督の皆さん、大会役員の皆さん、そして来賓の皆さん、手前に審判団と、入場行進の舞台は整いました。数えて第66回、多くの球児たちがここに汗し、そして涙した県営球場です。今年も新しいドラマが、新しい涙が、そして新しい血がここに注がれるはずです。昭和59年度第66回全国高等学校野球選手権群馬大会の開会式を行います。選手入場。行進曲は野球大会マーチ、参加53校の選手団の行進です。まず先頭は前年度優勝校太田工業です。
小林キャプテンが保持する深紅の優勝旗。昨年の決勝戦、押し出しサヨナラのシーンが目に浮かんできます。優勝校太田工業は今年も験のいい城南球場が振り出しです。秋と春の覇者前橋、36年ぶりの夏の甲子園に燃えています。金子、浜田の両投手も目下絶好調です。渋川西高校の高田監督は今年3年目、母校高崎高校との対戦は開会式の後の第一試合です。その渋川西高校に続いては4番目高崎高校の入場です。鈴木新監督のもと守りの野球がモットーです。不慮の事故で大怪我をした飯野前監督は今日はテレビ観戦です。大泉高校のビニールハウスには今マスクメロンが見事に実っています。梅沢新監督の厳しい練習がどう実るか。大泉高校、西浦高校は今年8年目、1年生投手として話題を撒いたエース戸板も今年は最終学年を迎えています。53校のうち最も新しい加盟校神田農業は初出場。部員は全て1年生、文字通りフレッシュなチームです。神田農業高校、吉井高校の投手陣は昨年のエース菊池を中心に3本柱です。53校の入場行進が展開しています。吉井高校、育英高校は首脳陣がガラリと変わりました。輝かしい旧暦を持つ平沢新監督の采配が見ものです。行進はちょうど10番目大間間、大間間高校は3年生を主体に6年ぶりの勝利を目論んでいます。群馬高専はちょうど15回目の出場です。群馬高専記念すべき年に大きな成果を上げてほしいものです。更新は12番目に入ります。前橋東高校は目下初戦負け知らず、エース前原は昨年32イニング無失点という記録を作りました。その前橋東高校に続いて藤岡工業、エース柴口もマウンド度胸は満点です。今年の藤岡工業は昨年のレギュラーが7人も残っています。藤岡工業高校、中央高校の高瀬キャプテンは今日の選手宣誓を務めます。抽選会でのあのラッキーな一番くじは中央旋風を予言しているのでしょうか。そして15番目シード校の前橋商業、ベスト8の常連ですが、今年はエース山村を中心にもう一つ飛躍したいところです。シード校が続きます。桐生です。名門桐生は目下5シーズン連続ベスト8、持ち前の強打で密かに甲子園を狙っています。雨雲の下、第66回夏の高校野球群馬県大会の入場行進が展開しています。昨年のベスト8渋川、エース松島はスポーツと学業の両立を図り理想的な高校生です。再びおなじみのマーチが鳴り渡っています。野球大会行進曲、そのマーチに乗って前橋南高校、今年8年目です。
小柄なチームですが、投打のバランスと機動力は魅力的です。真っ黒に日焼けした顔があります。精悍な顔があります。太田東高校は初出場です。秋の新人戦では渋川工業を破り初陣を飾りました。初出場の顔です。今年5年目の高崎北高校はエース橋本の活躍で秋の大会はベスト4に勝ち進みました。まだ高校球界ではおなじみの高校ですが、高崎北高校は今年の夏も台風の目と見られています。夏の暴れん坊利根商業、あの豪雪の中で悲願達成をじっと念じてきました。ナインには自信と決意がみなぎっています。スタンドの拍手に送られて、ダークホースの一つ桐生工業、左腕おこのぎと強力打線が看板です。伝統校桐生工業は今年も優勝圏内です。桐生勢が続きます。桐生商業はバランスの取れた好チームです。キャプテン中島はキャッチャーで4番バッター、まさにチームの大黒柱。伊勢崎東高校は昨年高崎商業を破り大金星を挙げました。持ち前の打線が爆発すれば今年も見逃せない存在です。甲子園は25番目に入ります。遠大の板倉高校は2年生を主体に9年ぶりの勝利を狙っています。初戦突破にナインだけでなく女子マネージャーの悲願もかかっています。板倉高校各校の監督も見つめます。新田高校は部員11人、エース初馬はかつて前橋工業で活躍した蓮馬投手の弟です。伝統校太田は大型チームです。好投手片桐と強力打線、ベテラン塚越監督も今年は最強と豪語しています。シード校樹徳は春のベスト4、県内随一の左打線と機動力、そして名将高橋監督が2年ぶりに復帰しました。優勝候補が続きます。こちら前橋工業は5年ぶりに勝負師羽鳥監督が再開を受けます。秋のエース池原も復調、3年ぶりの甲子園も夢ではありません。羽鳥監督の采配に注目しましょう。甲子園はちょうど30番目春名高校です。爽やか春名もこのところ5年連続初戦敗退、あの見事な全員野球の復活が望まれます。伊勢崎工業はロスオリンピックに先輩黒岩選手を送っています。持ち前のミート打法で先輩の活躍に花を添えたいものです。昨年は初戦で不覚を取った高崎商業、今年はエース永井を中心に総合力では A クラスです。雪辱なるか高崎商業。桐生西高校は今年4年目、エース増田の右腕に夏の大会初勝利がかかっています。利根農林は今年の和太鼓です。昭和24年以来実に35年ぶりの出場。この甲子園を数多くの卒業生が感激を持って見ているはずです。利根農林高校
利根農林高校に盛大な拍手が送られた後、桐生南高校が続きます。桐生南は打線には定評がありますが、課題は投手力。近藤と笠原の投手リレーが見ものです。初出場の前橋西高校は1、2年生のチームです。中曽根部長は無欲な戦いぶりをご覧くださいと極めて控えめです。夏祭りが盛んですが、こちら館林では今最終日を迎えています。祭りのあの熱気を球場に持ち込むことができるかどうか、ナインに期待したいものです。館林高校の堂々の行進です。行進は東から西に移ります。松井田高校はこの春、立教 OB の篠原新監督を迎えました。この夏は新しい松井田野球が見られそうです。えんじ色のアンダーシャツが目に飛び込んできます。沼田高校、長い冬を乗り越えた忍耐強さを遺憾なく発揮してほしいものです。40番目玉村高校、監督は県高校球界ではおなじみの村山浩一さんです。小柄なエース富田は小さな大投手先輩堀川選手を思わせます。シード校高崎工業は2年ぶり2シーズン連続ベスト8、春は前橋を相手に緊迫戦を演じています。若いバッテリーの活躍が楽しみです。ロスオリンピックにフォア選手を送る農大二高、シード校の農には右の佐藤、左の竹内、両投手を擁して今年も優勝候補の一角です。関学大附属高校、梶田監督は今年5年目、梶田野球もすっかり定着しています。1年生の下田投手は注目の一人です。農業高校きっての伝統校瀬田農林、野球界でももちろん最古参です。しかし今年の瀬田農林は投手の出来が鍵だと言われています。こちら藤岡では今スポーツの活性化が叫ばれています。卒業生や学校関係者が一体となって伝統校復活を目論んでいます。先陣を切れるか野球部。藤岡高校、いよいよ注目のチームが入場します。沢農業です。186センチ長身の笠原投手がひときわ大きく見えます。一番端、笠原投手です。上位進出の鍵はむしろ打線だと言われています。行進も大詰めに入ってきました。三種高校は今年も2年生が主体です。全員野球で8年ぶりの勝利を狙っています。雨雲が低く垂れ込める中、入場行進が展開して48番目、太田商業は昨年のレギュラーが6人残っています。練習後毎日歌うあの校歌を本番でも聞きたい ところです。渋川工業は昨年5年目にして初勝利を獲得しました。今年は高津石田のバッテリーを中心に2年連続初戦突破にかけています。50番目ダークホースのナンバーワン伊勢崎商業、2年生のエース内山は安定感では県内随一。角田野球が大輪の花を咲かせるかどうか、この夏の大会の注目の一つです。群馬郡では3つ目の高校明和剣王高校は初出場です。
初戦突破がナインの合言葉。今年3年目の常盤高校も初勝利を狙っています。城南球場での第一戦、剣桜高校とのフレッシュ対決が楽しみです。そしていよいよしんがりシード校の富岡高校は春の準優勝校です。5位投手を中心に派手さはありませんが、よくまとまったチームです。田中監督のもと初の甲子園がつかめるかどうか、富岡の街は久しぶりに湧いているはずです。かくして参加53校883人に上る選手団の入場が間もなく終わろうとしています。今年は渋川西高校高崎戦を皮切りにいたしまして、大会は11日間、29日には甲子園出場校が決定することになっています。53分の1の確率を争います夏の甲子園、果たして群馬県からはどこの高校が出場するのでしょうか。甲子園への闘志と情熱と期待の更新が間もなく終わろうとしております。演奏は前橋工業高校のブラスバンド部員19名です。阿部さん、53校の顔ぶれが揃いました。この更新をご覧になってどんな印象をお持ちですか。そうですね、年々やっぱりこの開会式のね、入場更新の、まあ、やり方っていうんですか、あるいはもう非常にだんだん向上しているようで、例えばグラウンドにね、こう選手の走るところにロープが引いてありますけどね、はい、この足跡がいつもね、今年は非常に綺麗にまっすぐ行ってるでしょ。ところがね、例年これが乱れるんですよ、はい、それが今年は全くこうもう一本ある幅でずっと整然とこのしてますね。これらはやっぱり年々その入場式というものに対する関心がね、選手自体の関心もかなり高まってきたんだと思いますね。しんがりの富岡高校が間もなく所定の位置につこうとしています。史上最高の53校から883人の選手団、伝統校もあります、新鋭校もあります、初出場もあります。様々な顔がまさに甲子園一点を目指してこの夏の大会に参加します。やはり5校増えたということは本当にその数の多さを感じます。選手の数で昨年よりも70人増えています。いよいよこれから53校883人が一斉に甲子園に向かってダッシュします。さまざまな感慨を抱きながら、1年間の苦しい練習を思い起こしながら、いよいよ本番を迎える、その緊張がこの球児たちの心の中にあることでしょう。この甲子園はただ一校が甲子園に通じているのです。いよいよこれから第66回全国高校野球選手権大会群馬大会の開会式です。まず開会の言葉です。開会宣言、群馬県高等学校野球連盟理事長中澤和夫。県高校野球連盟理事長の中澤和夫さんが開会を宣言します。県下53校の精鋭を集めて、昭和59年度第66回全国高等学校野球選手権群馬大会の開会を宣言します。
中澤和夫さんが開会を宣言しました。選手マーレー右。これから国旗大会旗の掲揚です。脱帽。スタンドの皆さんもフィールドの選手は向きをセンター方向に変えまして脱帽。センターポールに注目しています。風はほとんどありません。国旗掲揚。883人の選手が注目する中、センターポールに国旗が掲揚されました。そしてすでに球児たちも向きを正面に変えています。いよいよ優勝旗が返還されます。優勝旗返還。太田工業高等学校野球部主将小林圭君。太田工業高校キャプテン小林圭君から優勝旗が返還されます。太田地区に初めてもたらされた優勝旗。ヒノキ舞台で4打数1安打の実績を持つ甲子園の顔小林キャプテンから今大会本部に返還されようとしています。優勝旗が返還されました。太田工業の快挙はより遠い思い出となりました。果たして今年はこの優勝旗がどこに渡るのでありましょうか。深紅のこの優勝旗を見ますと、あの劇的な幕切れ、昨年の感激のシーンがよみがえってきます。これから挨拶です。県高校野球連盟会長吉原貞隆さんの挨拶です。おはようございます。本日は早朝から県下各地から集まっていただいた選手諸君の堂々たる入場行進で本日の開会式の幕を開けることになりました。朝早くから知事さん、県教育長さん、前橋市長さんをお迎えをして、こうして夏の甲子園へ向かっての県大会が始まるわけです。今年は新たに5校の学校が参加をいたしました。すなわち前橋西高校、太田東高校、明和県央高校の3つの新設校と、都内農林高校、神田農業高校の伝統ある農業高校、合わせまして5校が新たに参加をしたわけです。本県高校野球史上初めて50校を突破し、53校の精鋭がここに相会しての大会となったわけであります。昨年本県では
赤い国体が行われました。素晴らしい成績で終了いたしました。高校生諸君もその一翼になって立派な成績を上げました。これは我々県民また高校生一同の大きな自信となったものであります。今年の冬は例年にない厳しい寒さの冬でありました。この冬を乗り越えて鍛えられた諸君のたくましい力は例年にして一段と力強く成長しているものと思います。そうした自信とたくましい力とを合わせて素晴らしい大会を生み出してほしいと思います。甲子園は諸君を待っております。53校どこのチームも甲子園の道がつながっております。そうした意味で高校生らしいその真剣な構成にして爽やかなプレーを展開をし甲子園の優勝旗に向かって一歩一歩勝ち進んでいってほしいと思います。この大会の運営に当たっていただきます役員の皆さん、そして審判員の方々、並びにここまで育ってこられた監督、部長、顧問の先生方、皆さんのご苦労に感謝をし、合わせてこの大会にご協力、ご指導を賜りました関係機関、諸団体の皆さんに、心からお礼を申し上げまして、ご挨拶に感謝していただきます。ありがとうございました。県高野連会長の吉原貞隆さんの挨拶でした。言葉こそありませんでしたが、全国制覇の期待が吉原さんの言葉の中に込められていました。続いて朝日新聞前橋局長、へつ義嗣さんの挨拶です。53校883人の選手の皆さん、晴れの代表おめでとうございます。ユニフォームが本当によく似合っています。胸のマークが光っています。2000人を超える野球部員の中から今年883人の精鋭が背番号をもらったわけであります。その栄光の背番号にふさわしいプレーをこのグラウンドに思う存分刻みつけてください。一球入魂のプレーを今ここで誓ってください。大会役員、監督の皆さん、スタンドのファンの皆さん、この野球大会は朝日新聞社が大正4年に始めて今年でちょうど70年になります。しかし大会は今回が第66回であります。不幸にも戦争で4年間の中断があったからです。今つくづく平和の尊さをかみしめます。平和がある限り高校野球は不滅であります。終わり。へつ朝日新聞前橋局長の挨拶でした。これから祝辞が続きます。まず県副知事小寺博之さんです。おはようございます。清水知事は今度の日曜日に行われます選挙のため県内を回っております。
私副知事の小寺でありますが、代わってお祝いの言葉を申し上げます。雨にも負けず風にも負けず、皆さんはこれまで厳しい練習を積み重ねてこられました。今日から試合です。ベストを尽くし、実力を遺憾なく発揮し、爽やかな高校生らしいプレーをしてください。ご健闘を祈ります。さあみんな元気いっぱい頑張ってください。ありがとうございます。小寺副知事といいますと、一昨年全国最年少の副知事として就任しました。公式テニスには定評があります。続いて県教育長横山巌さんです。県の教育委員会からお祝いの言葉を申し上げます。53校の選手諸君を目の当てにいたしますと、誠にたくましく頼もしい感じでいっぱいであります。この選手諸君がこの夏の大会を戦い抜くんだと、こういう感じがいたすわけであります。私は県下の皆さんが、また母校の皆さんが諸君に高校生らしいプレーを期待している、このように確信いたします。これから暑い中、いくつもの戦いを戦いにて甲子園に向かって堂々の歩を進めてほしいのであります。私は皆さんのそのような健闘を心から期待をいたします。皆さんをこのようにたくましく育ってくれた高校の先生諸君、またこの大会を開催してくださる関係の皆さん、このような方々に心から敬意を表しますとともに、この大会の大成功をお祈りいたしまして、お祝いの言葉にいたします。おめでとうございます。県教育長横山さんは障害学習障害スポーツの推進者です。続いて地元前橋市を代表して藤井誠一市長が祝辞を述べます。皆さんおはようございます。寒い冬を越え、春から夏にかけて皆さんは鍛え抜かれてきました。そして今日ここに歴史と伝統のある大会に臨んだのでございます。そして力は全く互角と言われております。一戦一戦を勝ち抜くたびにその実力が増してくる、そのチームが優勝するということを言われております。ぜひ皆さんは気力を充実して真剣なプレーをしてください。皆様のバックには母校あり、各市町村あり、その各市町村の村民、町村民を代表して私は激励をいたします。スタンドの皆様の熱い応援に対してしっかり頑張ってください。終わります。いつもながら簡潔な藤井誠一前橋町の祝辞でした。いよいよ開会式はクライマックスを迎えます。選手宣誓です。県立中央高校野球部キャプテン高瀬清美君が883人の選手を代表して選手宣誓を行います。小学生総体でも6年前選手宣誓を務めました。高校野球の栄光のためです。
スタンドのおよそ3000人のファンから大きな拍手が送られました。たくましい力強い高瀬清美君の選手宣誓でした。以上をもちまして第66回全国高等学校野球選手権群馬大会の開会式を終わります。こうして第66回夏の高校野球群馬県大会の開会式が終わりました。これから53校883人の選手が退場します。